ファンとの距離を縮める独自の回答スタイル。平野市用のインスタグラム魅力。元キングプリンスへの平野市用が、インスタグラム上での陶芸作品とユニークな質問応答でファンを魅了し、その人気が急上昇しています。彼のインスタグラム投稿は、一般的な芸能人のものとは異なり、その個性的なアプローチが多くのファンを引き寄せています。 8月24日、平野耀は自作の陶芸作品をインスタグラムで公開しました。その中には、小生前の3つの陶芸作品が含まれており、2つは伝統的な壺の形をしていましたが、残りの1つは独特の崩れ方をしており、その見た目にファンからは興味津々なコメントが殺到しました。ダンベルじゃないですかどう見てもコップじゃないし花瓶でもない。 一番左はおちょこで使える、かも、キャンドル立てでもいけそう。買い取らせていただきます。平野の自虐的なコメントに対するフォロワーたちの反応は、彼の人気を裏付けるものでした。この独特な陶芸作品へのファンの愛情が、彼のインスタグラムアカウントを訪れる人々を引き寄せました。 平野紫仕様は、ジャニーズ事務所副社長の滝沢秀明氏が立ち上げたプロジェクト、とべ、に参加し、ジャニーズ事務所からの移籍後、インスタグラムアカウントを作成しました。その活動は素早くファンから注目を集め、特に8月14日に行った初のインスタライブでは、開始直後から約36万人が視聴するなど、大成功となりました。 芸能ライターは、平野さんがインスタにちょっとした写真をアップしただけで、2万を超えるコメントが飛び交います。今のところ、平野さんの活動らしいものといえばインスタぐらいということもあり、ファンはそこに注目するしかないのでしょうが、それでもコメント数は芸能人の中でも群を抜いて多いです。と語っています。一部のファンからは、 平野のインスタグラムが大きな反響を呼んでいる理由が、その使い方にあるのではないかと指摘されています。はじめはインスタの使い方がわからなかった平野仕様も、7月にはストーリーズの質問機能を活用し、忙しい合間を縫ってファンとの交流に取り組んでいます。 その回答内容が極めてユニークで、質問に対する独自の回答スタイルがファンに受け入れられています。パーマ女子は好きですかとの質問に対する平野の回答はパンチパーマそして今どの方向を向いてるという質問には宇宙という返答があり、さらに後ろ見てみて、という質問には仰向けだけど、という謎めいた返答がされています。 これらの独特な回答スタイルが多くのファンにとって魅力的な要素となっており、その結果、男性だけでなく女性ファンも増加傾向にあるようです。ファンとの距離の近さが平野のインスタグラム人気の一因と考えられています。今後、彼の活動が本格化すれば、ジャニーズ時代以上にファンを楽しませることでしょう。彼のインスタグラムアカウントは、 ファンとの交流とクリエイティブなアート表現が組み合わさった新たなエンターテインメントの場となりつつあります。結論。平野仕様のインスタグラムアカウントは彼自身のユニークなアプローチとファンとのコミュニケーションによって爆発的な人気を獲得しています。彼の陶芸作品や独特な回答スタイルは ファンにとって魅力的な要素となり、男性と女性の両方のファン層を魅了しています。彼の活動が今後本格化するにつれ、インスタグラムは彼のファンとの緊密なつながりを維持し、新しいエンターテインメントの場としてさらに成長するでしょう。滝沢秀明氏が立ち上げた、飛べ、プロジェクトへの参加も、平野の新たなキャリアに期待を高めています。 ひらの仕様のインスタグラムは彼の個性や芸術的な才能をファンと共有する場として今後も注目されることでしょう。彼のクリエイティブな発想とファンへの愛情がさらなる成功をもたらすでしょう。ファンは平野の未来の投稿と活動に期待して彼のインスタグラムの新たな展開を楽しみにしていることでしょう。